消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、あよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに消費 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、消費 TV です。ガイです。お願いします。ありがとうございます。というわけで本日は、はい、夏のアンダーシャツ特集。さあ、行きましょう。はい、で今日いろいろ持ってきました。今回はですね、あの僕アクティブーム着てます。何年前、3年前ぐらいかな、4年前ぐらいかな、3、4年前ぐらいから始まったアンダーシャツメーカーなんですけど、まあ今回ね、このノースリーブ風のシャツが出ました。アンダーシャツではないんですよね。アンダーシャツではない、こうやって上から着るような感じので、その下にちょっと腹出てますけど、ライトブルーの半袖の、まあ袖見てもらえば分かりやすい、うん、アクティブーム着てます。これさ、今までないんですよ、カラーが、うん、なんかこう調べてみたら、プロ用のね、プロでこう新しい濃い色をね使う球団がこう増えてきたそうなので、まあね、できたそうです。聞いたところによるとね、今回これ以外にもいろいろ持ってきました。はいはい、で今ちょっと着てたんですけど、この赤のアクティブームの半袖、うん、そして、まあ多分あんま見ないでしょう、はい、白のアクティブ、これね仕事できてますどうすか、これ よくないですか。インナーっぽくない。まあね、そうだよね、うん、裏もこうやってこれも着てます。で、まだ開けてないこのネイビーの半袖も持ってます、はいはい、これ1枚ね4000円ぐらいなんですよ。そうっすね、なんで1万6000円ぐらいかな、4シャツだけというねのを今回紹介しようと思って。これ全部半袖ですよね。全部半袖。もう夏さ、やばいじゃん。暑い、本当に。そう、やばいでしょ。朝からさ、夜までさ、もう汗びっしょりでさ、着替えも必要っすよ、うん、で、試合だからさ、まあユニフォーム着るじゃん、その中別に何でもよくねってことで、半袖だったら、うん、まあなんで、いろんなカラーを買いました。まあ仕事でも着れますし、すごい便利な、いい機能性のね、アクティブームなんでね、僕はこれを愛用してますんで、うん、はい、以上です。逃げんじゃねえぞ。もう一人も出しといてなんだよ。ああ、もう置いとこ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 。そしてね、これタンクトップ、これね、去年の誕生日に良平からいただいたタンプレなんですよ。マークもちゃんとつけてもらって、これもね今年ね多分すごい使うと思う。めちゃめちゃいいから。そう、去年ちょっとね誕生日が8月だからちょっと終わり際ぐらいだな、なんでちょっとあんま着れなかったっすけど、今回はがっつり着れると思うんで、これとアームスリーブを着てね野球したいと思いますんで、絶対にユニフォームから出ないですからね。出ない、タンクトップだから。そう、そういう感じです。はい、めちゃめちゃいい。で、なんか両辺は持ってきた。そうっすね、僕もアクティブおお持ってます。しかも半袖です。同じの同じの。これマークはあのモンタナさんに入れてもらいました。言ってねえや俺でももうこれも僕も同じですね。まあこれを買って来てよかったんで、あと空気の翔平さんに、ぜひ同じの来てもらいたいなと思って、渡しました。本当にいいです。おそろ大好きなのかねおそろいしたいんだってね、マジでいいので、ぜひぜひ皆さんちょっと買ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、なんかまだある。ありますよ、ありますよ。ちょっと忘れちゃったんだよ。今日ちょっとね持ってきてるのがあと2つで、まあ僕ちょっとラガーズね紺色だから全部のアンダーシャツこんなんですけど、これ空撃の半袖です。あら、半袖もあんの。しかもそうそう、半袖もあります。しかも電灯は穴開いてないじゃん。リラックスフィットの袖の部分になって、これサイズで150ぐらい、 S サイズだね。これ S か、これ。そうね、ケチして俺の顔ぐらいしかなくね200で、そうそう、これなんですけど、ちょっと袖が長めなんですよね。アンダーシャツにしては本当に半袖って感じのアンダーシャツなので、ビッグシルエットのユニフォームとかの人にはあのユニフォームから出なくていいんじゃないかなっていうのが、あるので、まあそこはノースリーブとかタンクトップの方が、まあ、普通のユニフォームの人はいいかなと思いますが、めちゃくちゃいいので、まあ、T シャツの下に着たりとか、ぜひぜひちょっと夏これで乗り切ってみてもいいんじゃないかなと思います。そうですね。で最後、これ接触冷感ザナックス。あ、これ忘れた。ザナックス持ってる俺も。マジで冷える。これマジいいよ本当に。でもね、汗かくとねピッチョピチョ、ペッタペタになる。コンプレッション系のね、あのぴったりフィット系の本来だったらアンダーシャツなんで、まあ確かにね、ちょっと、汗かいたら大変ですけど、本当に涼しい、本当に接触冷感って感じがする。そうそうそうですね。なのでまあね、暑さにはマジで向いてる感じですね。まあ汗には向いてないけど、暑さには向いてるので、ぜひぜひね、これも夏2年前、3年前とかかなですよね。まあその時からあったんで、まあ結構ね昔からの商品ではあるんですけれども、ぜひぜひまた、皆さん購入してみてもいいんじゃないかなと思います。でこのマーキングもモンタナさんにやってもらいました。ありがとうございます。いいね、って感じですね、僕が持ってる。そうですね、半袖は。まあでも今回は、まあ、一部で、うん、まあ、僕らの、まあ、愛用してるアンシャツを紹介しました。はい、まあ他にもいろいろありますよ、もちろん。そうですね、本当に今たくさん出てますからね。今年ね、空撃の冷感接触っていうのがあります。昨日あのフィッシャーズのね宇田穂くんも来てたんですよ、確か。で来てたんで気になってるんですけど、まあ、今度ねゲットしてみたいなと思いますんで、ちょっと皆さんもねチェックしてみてください。というわけで本日は夏のアンダーシャツ紹介をしました。この方がよければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
ショヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。